あなたが後手です。対局開始。どうもガラです、お願いします。ということで今日も将棋ウォーズ10秒将棋やっていきましょう。というわけで相手が1手で角交換、まあ1手損角換わりからの右玉にしていこうと思います。ということで、まあいつも通りですね、相手が、まあ、7四歩ついていくのか6四歩つくのか、そうですね、6四歩ついたので早繰り銀とかはなくなったということで、でこれであとは6五桂の速攻を警戒していくっていう感じになります。で一応ですね、6五桂の速攻の場合は4七銀はちょっとあの遅らせてやってます。で一応まだ分かんないんですけど、このくらいまで指してくれれば、そうですね、もう速攻は間に合わないのでこれで大丈夫ですね。はい、で桂跳ねて下引いて、で8五歩7七銀に6五桂は、まあ、もう大丈夫と、右玉下引いてるんで、はい、これで右玉完成。というわけで相手の方が、6二金型ですね。6二金型だから、まあ、5四銀上がってくるかどうかもあるんですけど、上がってきましたね。上がってくるなら5六歩をついてしまって5五銀とぶつける将棋にしていこうと思います。というわけでこれ次に5七銀から6六銀と上がっていく感じですね。でここで8五歩っていう手はあるかもしれないけど、まあ、6六銀って上がっといて大丈夫そうですね。はい、これで次に5五銀をぶつける将棋なんですけど、まあ、1回7五歩突くっていう手もよく考えたいところではありますね。3、4、これ7五歩がどうなんだろう、やってみますか。7五歩同歩同銀は、7四歩が受けづらいですよね。なんで、まあ、6五を取るのか、6五歩ついてくるのかなと思ったけど、まあいいか。でこれで一応桂跳ねか、なるほどなるほど、桂跳ねでこれ歩突くとどうなんだろう。飛車回って一応7四歩って打てば受かるので、これ歩つくと歩打ち2、3、これはなんだ、5、6、ちょっと分かんないけど一回潜ってみますか。同銀ってやるとまあ飛車回ってくるのかな。一応潜ってみて、で歩つきは取りますよね。取らないと桂取って歩成られて金取りに当たるんで受けづらいから一回取りましょう。で同飛車だったら9五角はやりすぎかな。一回桂取りますか。一回取りましょう。で次に角打つんで、なんでここどうしてくるんですかね。難しそうですね。まあ6三歩とか打ってくる手は、そうですね、打ってくる手は9五角があるのでいいというわけで、これで1、8、9ちょっと一回分かんない。一回5五歩で4三銀だったら6三銀なりっていう手もあるので1、2、でその手だったら、まあ、桂跳ねもやってみたいけど、まあ、1回叩きますか。1回ふーって、まあ、木5人によると思うんですよ。5人によったら7人角っていう手ができるのかなっていうところで、3、4、5、だから8人歩もあるか。8人歩から8人歩から7三銀成りみたいな感じで6人歩成りを狙う手もありそうですね。まあ、あとは、まあ、1回7七桂って跳ねて桂の活用も見込みたいんですけど、これで、7三角は7三角は9二飛車ですか。6、それもあるか。8、いや分かんない、7三銀ないのが良かったかもしれないですけど、ここで一応、8五とかに、まあ、8六とか逃げてくれば6二歩ができるんで、まあ、横に逃げてくるのかなって思うので、お引くんだ。2、これは歩成りが入るから割と気持ちいい展開になるとは思うんですが、でまあ4二金って寄ってきたら、まあ、どっかで8二歩って打つ手もありそうですね。うん、でまあ、4二金に8二歩って やっぱ 一発打っとくのかな。ちょっと喋れてないですね。一発打っとくんですかね。飛車の引きがちょっと怖いので一回打っとくか。で、まあ、3一まで逃げてくると思うので、そこで、7七桂跳ねるのかな。それとも一回飛車回りますか。でも歩たらきがあるか。6九飛車は6八の6七歩からがありそうなんで一回跳ねますか。一回跳ねて桂の活用もできるようにしていきたいですね。で次に6三とから5三とみたいな感じで指していければなっていうところですかね。そうですね、これ上がってきて、これで6三とから4、まあ、5三とがあるので相手から受けてくるんだ。1、2、3、そうか、受けてくるんだ。5、まあ角だっといてですね、6人角成りで5二とから、まあ、3二金だったら5三とみたいな感じですかね。でここで3五歩同歩2四銀ってやってくるのが普通ですかね。1、2、3、4、5、あちょっとわかんない。6、7、8、ちょっと待って、あちょっと待って、わかんなかった。うわー、これ大拍手。
まあ、7七銀成同金同角成まで進むとは思うんですが、あ、そうやってくるんだ。ってことはこれ6六歩って打ってくるんですかね。で1、2、3、やったからにはもうこうですよね。そうやったからにはこうするしかない。1、ちょっと歩成りが怖いけど、3、ちょっと間違えた感はあるんですが、1、2、3、まあ桂跳ねて5、いや分かんない、7、8、9、いやーちょっとひ弱すぎるな。まあ6五桂跳ねも見ていきたいんですが、これで一応引いといて4、5、6、7、8、まあ桂打つか。いやちょっと弱いですねこれは。うわこれひどいな。これ負けたらちょっとショックでかいぞまあ一応相手が、金銀と金しかないので、1なんとか頑張っていければなっていう風な感じですかね。で一応まあ6五桂跳ねて5三とからの攻めも考えたい。であと8を埋まって引いて、まあ、受けに利かすっていう手もありそうですかね。1、2、まあ、そこ気になるところではあるんですが、4、5、6、まあ、こんな感じで8、いやわかんないな。ちょっともう切らしに行きましょう。相手の攻めを切らしに行かないとちょっと怖い。でまあ次3五を振って取り取っといて3六歩に、うわこれそうか、ここでか、3、ここはもう仕方ですかね。6、付近払ってしまえば一応左側が広いので、これで同桂でこれで頑張れるかなって感じですか。これも取っちゃいましょうかね。2、取ってまあもう一回3五を振って打ってくるんですけど、そこで引いといて1、ああ桂か、2、3、まあこれは引いてで歩打ちに対しては2五桂って跳ねる手があると思うので大丈夫な予定なんですが、1、2、であとはもう5七とか逃げていく感じですね。1、2、まあその手やだな。3、4、5、その手はやだな。ちょっと7、8、9、もう受け、もう受ける、もう受ける怖いけど、あーダメだこれ、5七金打たれて3七歩成られちゃう、やべえ全然見えてないぞ。あよかったよかった。1、2、これはもう受けときましょうかね。歩を4、5、丁寧に全部ガチガチに受けておいて、で次に5八とからもう左側に逃げていきましょうか。こんな将棋になるはずじゃなかったんですけどちょっとひどいな。1、これはどう馬ですかね。これはどう馬でとりあえず手堅くしておいて、でまあ、5八によると、まあ、5七金からまあバラしてくるんですけど、それでゆっくりと攻めていくしかないですかね。1、歩突きか、2、3、4、5、歩突きはもう寄っときますかね。これでもう金打ってもらいましょう。5七金って打ってもらって、1、あ打ってこないんだ。2、じゃあ取りますか。もう全部左側に逃げていって、あとは大丈夫そうですか、ね、これは一回上がっとくのかな。上がっとく方がいいですか。下がるより上がる方がなんか上部手厚くできるんで、まあ将来的に上の方に逃げていく予定なので、1、上がっておいた方がいいかなっていうことですかね。4、5、6、ここで1、8、ここでちょっとギア変えますか。もうこれ7八玉から8七玉って上の方が広い、左側が広いので、ここでギア変えて攻めていきましょう。で同歩だったら同取ってやって、同金だったら4二馬ってやれば金がタダで取れるので、1で下3か、まあ、これは歩なって同銀同と同金、お1、これも放置か。2、なるほど、まあ、それは一応歩たたいて、あ歩ってね、5、6、7、8、まあ、一回そう、ちょっと待って、3八左が王手になるんでちょっと緊急手段としてやったんですけど、1、2、ちょっとびっくりしたな。3、4、5、6、7、8、9、まあこう取れますか。ちょっとよく分かんなかった、まあ、同金だったらと金寄りが下に当たるかなって思ったんですけど、これで同金だったら飛車取ってから4三銀みたいな感じで、よさ角か角みたいな感じで、ありがとうございます。というわけで感想戦に移りたいと思います。いやちょっとね、今回の将棋はちょっとひどかったですねちょっとひどかったですね。もうグダグダ感が半端じゃなかったんですけど、そして鼻が詰まっててすごい喋りにくい。まあ一応5五銀をぶつける将棋にならずに、まあ3五歩から仕掛けていったんですけど、まあ取ってきて歩で桂取りに行って、こんな感じですね。ここまではいいと思うんですよ。でここでまあここもいいと思う、ここもいいと思う、この辺もまあまあまあそうですね、この辺は全然、ここはもう全然こっちが優勢なはずなんですけど、ここもいいと思うんですよ、これもいいと思う、うん、
これもいいと思う。この角打ちの時にですね、どう指せばいいか分かんなくてちょっと困ってしまったんですけど、これどうすんのかな。ちょっと4三金はありえないですね。もう本当に手堅くいくんだったら、まあ、4一桂とか打つんですけど、さすがにな。これどうすんのかな。願いを叶えてやろう。お、2五桂打つんですか。もう攻め合いですね。まあついて取っ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 て、あ、なんか不思議な手順だな。なるほど。桂打って、まあ歩ついてきて攻め合いですね。まあ一応これ銀金交換になるので、4六角で銀取られて、こっちも金取り返せるってことで、まあこんな感じか。うん。でまあ6八金引きとかだったら7七桂成がきついというわけで、銀引きで歩取り払って、ここでまあもう一回そうですね、一回ここで7四歩って打つと5五飛車回られてちょっと怖いか。ちょっと怖いけどな、この変化もな。まあ一応7七歩とか垂らす手もありそうですか。で7九歩って打ってくれれば7四歩がなくなるので大丈夫だろうという感じですかね。で7四歩打ってきたら、7八金で王様寄ってから6七馬が必死ですかっていう感じですかね。うん。一応本譜は金上がったんですけど、これちょっと悪手すぎるな。まあ取られて歩叩かれて、まあ、こうやるしかないですよね。これ引いてるようじゃ、4二金だと4三金って打ってくんのかな。うん。そんでまた金引いたら3三角成って感じですか。それでも良かったのかな。この金張り落ちとまた微妙な感じでしたね。まあ、銀取られて歩成りで、これが次の5三とがちょっときついんですよね。5三とから、まあ、6二銀って打つと5四銀って打たれてちょっと辛いので、先に受けたんですけど、まあ、銀絡めてきてこんな感じで進みましたね。とこれちょっとありがたかったかなっていうふうに思います。でここではそうですね、これどうするんだろうな。まあ、1回4四歩とか打ってく打つ手も全然あったかなって思うんですけど、任せろ。どうだろう。あ、銀の方がいいんですか。そうですね。でしかもこれちょっとこれ相手の方がいいじゃないですか。まあそれはそうか。まあ清算していって端攻めか。ちょっと苦しいですね。やっぱりと金が殺せないんで、ちょっと苦しいかなっていう感じで。でこの辺からはまたいい勝負になったんじゃないかなって思ったんですが、ここですね。ここ5三金同馬に7三歩成りで、もう参ってますよねこれ。で取ると角取られちゃうんで、まあ王様寄って角取られて、同玉に6三と同玉っていう感じで駒をどんどん取られちゃうので、ちょっと参ったなって思ったんですが、まあかわしてくれたのでなんとかなったかなっていうところで、ここでも8五銀同歩に、まあ7三歩なり同歩に5三金同馬同銀なり同玉で7三金なりみたいな感じもあったんじゃないかなっていうふうに思います。でこの3五歩がちょっとありがたかったんですね。これ歩が残ってたんで、まあ、3五桂とかの筋も残るので、それが怖かったんですよね。例えば、8五歩同歩に3五桂みたいな感じ で、まあ、でもその手に対しては一応8六歩同歩同飛車があるから、まあ、微妙ですけど、そんな怖かったですね。であとはもう右の左の方に逃げていって、ここから攻めに行って勝てたかなっていう感じですかね。はい。でこれは同金だと、6七角っていう手もありますし、あと飛車を取って7九馬同玉に6七角って打って、まあ、詰めろ金取りってやる方法もあったかなっていうことで、まあ、ここでちょっと諦めて投了って形になりましたね。はい。というわけで今日はちょっとぐだってしまったんですが、ここで終わりにしていきたいと思います。ということでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。